どうもこんにちは、ナッチでございます。5月の10日です。おとついシャーマンキングコラボがまさかの発表がありまして、まさかのコラボやってきましたよ。まあ予定されていた感はあったけどね。なんか謎の動画アップされたじゃん、 YouTube に。あれいるって思ったけど、おそらく生放送か、まあ、ガンフェスは時期的にちょっと厳しい、ウイルス騒動がなくてもオリンピックがあったと思うんで難しかったと思うんですけど、まあそういうところで使う動画だったんじゃないのかなっていう感じだったね。ガンフェスのあの告知ラッシュの時に入ってきそうな感じだったんで、まあ多分そういう動画だったんでしょう。さあ、ということで今回ハオを使っていきます。ハオも転生です。もう転生ばっかです。まあフェス限ほどね後悔はないと思いますけど、退化できなくなる点には注意してください。一応武器もねあるんでね、まあそんな見ませんけど使ってるとこね。性能としてはなんかアルジェっぽい感じです。まあどっちが上ってのは決めにくいんだけど、若干こっちの方が使いにくそうではある。使う前から批判まずね、5色で固定ダメージ、これが欠損してるとやばそうっていうのと、半減じゃない、こっちはね5個以上っていうね L 字じゃない条件はついてるんですが、簡単ではあるんですがダメージが軽減な点には注意ですかね。あとは3ターン無効貫通しますが31ターンかかるんで、スキルチャージがあるとはいえ小回りが効かないかなっていう。まあでも逆に異形とかのその最後の無効ラッシュには強いって感じですね。だから道中ちょこちょこ無効化が入ってくるダンジョンは厳しいかもしれん。ただですよ、スキルブーストが必要ないのでこの辺がねコンボ強化盛ることができます。ただバインド食らうんだなこいつな。バインド食らうのはまずいな。どうしよっかな。そんなだってね、お邪魔もバインドも対策できる武器なんてないっしょ。まあさすがにここはじゃあ変えようか。さすがにバインド対策にしておきましょう。それで言うと今の話はもうなくなったねなくなりました、忘れてください。まあでも他のサブね入れる際にもスキルブーストにしなくていいっていうのはあります。なんでどっちがいいとかは正直言い切れないですね。ってことでやっていきます。裏劣化ねちょいちょい無効化あった気がするんでね、道中ちょっと向いてない感はあるんで表でよろしくお願いします。それで言うとここに無効貫通のねアテンがいたらよかったのかもしれない。それで道中は対策できるかもしれません。ちなみに僕は持ってないので使えません。よろしく。矛盾してますよね。裏劣化をクリアするために裏劣化に出るキャラクターが欲しいっていう矛盾ですよ。このだから数回は頑張ってね、どうにか不自由な感じでクリアしないといけないっていうとこですね。ついつい癖で L 字を組みそうになります。ただつなげてでいいので、だからまあ追い打ちあるよね。5色ない時はその追い打ちを組みながら条件も達成しつつ追い打ちでやるっていう作戦もありかもしれませんね。まあでもねスキルチャージもあるから5色あることに越したことはないんだよな。色がないねここもね。回復してもらうか。さすがにここ打てれますよね。大丈夫だね。で結局火は降ってこなかったんで、でこういう時は追い打ちをもう素で組んじゃえと。絶対この追い打ちを素で組むっていう工程はどっかでも必要になると思うんで、この先もね。ただ4色もなかったっていう嘘でしょ。素晴らしいな。あんまり僕ねアテン使ったことないんでね、やつのキラーがどこまで頑張ってるかよく分かってないんですけど、きっとすごいんでしょう。吸収無効入ります。でそれで言うとこの野球少年もあんま使ったことがないのでどれぐらいすごいのか分かっておりませんが、まあこいつもねスキブがあって10コンボ強化か、あでも10コンボ強化もねコンボ加算で活かしやすいと思うんでね。さあここはしまいにします。スキルラッシュめっちゃスキル使ってるけど大丈夫か。
落ち込んなしが一旦ここで終わります。ノエル相手にしまいにしようやって言ってもね、かっこよくはないんだよねほらまたないじゃん5色。あるぜ、確か4色でよかったよね。これ5色で追い打ちっていうのはなかなかしんどい場面がありそうですね。落ち込むはもちろん入りませんので、まあでも10コンボ強化は頑張っております。そして覇王が溜まりました。スキルチャージ万歳。フドミョンさ、神キラーでご利用せんかな。ウィズもいるし、なんかいい感じにダメージ入りそうじゃない。火が行方不明だわ。降ってこい。ナイス。一応待ちにはなっていた。あ、まあ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 、予想よりかは減ったかな。 99% にしては減っとるやろ。で今回は目覚めもちゃんと持ってきたし、属性吸収無効もたくさん積んでるんで、まあ、前回のね、あのヘルメスよりかは、てか多色だとやっぱりね、タマドラとアテンの対策必要なくなるから枠が詰めるんだよね、他の。そこよね。多色優遇時代になってくるとさ、ちょっとキパを使ってる僕は辛いからさ、ビオランテはいいとして頼んますよ。まさかこうも時代が変わるとはね。はい、回復ゼロ。まあでも回復ゼロでも前職はあるんで追い打ちは大丈夫です。瀬戸さん、瀬戸さんどうしようかな。光ごこげしかな。光ごこげしからの、木は間に合わなかった。9コンボちょうどでございます。こいつね、組めなくてもこれなんでね、ミッキーフレンズを使ってる以上はあまり敗北感はない。自分のプライドが許すか許さないか、そういう問題です。なんかドーナツみたいな落ち込み入ったよ。2色ないよ。2色ないのは聞いてないよ。暗いよ。追い打ちは組めますが、火か木どっちかは降ってくることを信じましょうか。なんかワンチャンありそうだけどね。はい、来た。ありがとう。結果論なんですけど、結果論でいいんですよ。で次に暗黒騎士さんが出てくると覇王を使わないといけないので、なんか信長とかさ、シェヘラザードも無効化するじゃん。うわ、出た、出ちゃった出ちゃった。シバドラか誰かもしてきた気はするんだけど、ここでね使っていけないかな。ちょっと一回殴ってみていい。ここでさ使ってさ、信長こんにちははさ一番やばそうな気がするじゃん。信長で無効貫通ないの一番やばそうなんで、どうにか押せんかなって思うんですけど、あーもう話が通じないパターンですねこの人はね。逆にだからさ、この人はさ、でも体力だけなんだ。これ進化してないのムカつくよな。進化してたらおそらくあれがあったんだよ、悪魔とかあったんだよ。あえて進化しない状態で登場することによって弱点が減ってるわけですね。いや怖いぞ信長。落ち込んがすごいすごい7×6 とはいえすごい。22コンボ半端ねえ。無効貫通したからね、もうやりたい放題だよね逆に言えば。28ターンは厳しいですね。信長引いちゃったらもうかっこ笑いっていう感じですわ。光ねえじゃん。光ねえってことはちょっと待てよ、そういうことだよな。いやでも結局ここは何もできなかったよね。アテンが溜まってる以上は。わら。かっこわら。
まあこれで半減はありだったか。ちょっと待って、怖いぞ。暗黒騎士信長やばいぞ。無効貫通玉ドラがね、存在するわけがないんですね。だってハテナついてるもんね。まあ当たらなければどうということはない。ちょっと身を固めたんだけど。何身を固めるって、どんだけ固めたのお前。おかしいよね、 75% って固めすぎやろ。このパーティーに L 字は存在しないんですか？ L 字が存在しないらしいですね。あるわ、ミッキーあるのかよ、強いな。てか吸収無効あったんで使いますね。ならミッキーのそれも使いたいので L 字を組みますわ。ミッキーほんと欲張りやな。まあ、強くてありがたいけどね。ミッキー弱すぎっていうのもなんかちょっと偉いとこに怒られそうなんで。よし、まあまあまあ、歯をも残せたし、もう大丈夫だと思いますよ。マイネちゃん怖いね。この子だってさ、この子も最初から75だもんね。ドラゴン悪魔、ドラゴン振ってやるんですね。いけそうですね。まあ光2コンボしたんで大丈夫でしょう。 OK、 75% だからなんか怖いのかな。すごいなんかマイネに対して、まあ、くるくるキャンディーが嫌だっていうのはあるんですけど、すごいマイネに対して謎の抵抗があるんですよね。ここはしまいにしていいか。これ確か5ターンぐらい溜まるよね。 OKOK なら使ってよかったと信じます。なんかでもこの子耐えたらさ、おい痛くしないでって言ったよなみたいなこと言ってくるよね。倒せないとやばいかもしれません。あ、でも光の落ち込んが入りました。火も降ってきました。これは倒せます。出たー、これが怖くてね、本当にね、こいつが怖くてね、暗黒騎士がね。あ、今回出なかったんで大丈夫です。やはり当たらなければどうということはなかった。さあ全職消さないとこいつはめんどくさいぞ。追い打ちも組まないといけないんで、やったなやったなこいつ、やりましたね。もはやおめでとうございますですね。まあでもこれ歯を3ターンあるから大丈夫だよねっていう、今のはそういうね、逆にこういうとこ強いよねっていう見せたんですよ。そういうことですよ、安心してくださいよ。まさかここでね、そんなね、前職消さないっていう自分で言ったのにね、振ってくるんかい。おい打ち組んだやん、わしなら最初に組めばよかったよ。17回です。おっとシェフラザードさん無効化するよね。なんとここで3ターン続くのが効いている。劣化でもこういうコンボで使えたってことか。なるほど、僕のリサーチ不足でございました。ここはじゃあ、いやでもな、結局な、木でもつなげる、木でもつなげとこうか。いきます。木でもなんかこうこんな感じで消しといていいよね、大丈夫だよね。追い打ち入りますね。 OK、 なるほどな。な、硬いよ硬いよ、すごい硬かったよ。結局ダメじゃん。信長ワンパンできてたらいけたって感じかな。結局だからあそこで見せつける必要はなかったんだよね。ここで結局ね、この人が出とったら使えたわけですから、まあそこは完全にやはり僕のミスだったということでしょう。押せるのこの人は、どうなの、いけるの。いくつもの海が重なり、発狂はないんだな。時間で発狂系やろお前。なんとなくわかるぜその感じ。OK、 逆に言えばじゃあここは無効化必要ない説もあんのか。あまりにも火力高いパーティーとかじゃなければね。 OK、 勝とうぜ。争い望んでねえよ、望んでねえよ、望んでねえならお前が出てくんなよさあどうしようかな。光がないんでね、一旦ここは何もしないぐらいの気持ちでいきましょうか。
一旦様子見。タイプさあ、2つあるか一応。どうですかね、ワンパンいけますかね。ロックありがたいですね。普通にロック助かりますね。石狩2コンボしたいよな。根性はないな。おい、いけるんじゃない。イエスイエスイエス。で、シバドラが来るパターンだと、来やがった来やがった。本当にこんにちは。ほら張った。そんな予感したんだよな。お前はあると思ったぜ。まあでもとりあえずなんか5ターンは殴ってちょうみたいな感じのこと言ってるんで、とりあえず書き消して、で、まあ、ルーレットは消えないもんな、どうしてもな。スキルチャージで頑張りましょうと。長い戦いになりますよ、おそらく。おー、硬い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 。でもさ、あんまりゴーンって言ってないからさ、これそもそも必要ない説ない。でも逆にあれか、無効化が外れたらめっちゃ減ったりするパターンなのかな。そのパターンはありえそうだよね。今75があるからこんな感じになってますけどっていう感じはするよね。なんか全部ロックじゃない？ロックの目覚めでもあった？アルスノバやってた？さては。なこいつがピナーカ使ってくると嬉しいの、わかる？わかる人います？あ、お前人だった頃も覚えてんだな、みたいなさ。やっぱ同一人物だったんやなっていう。毒あったら発狂してくるかな、じゃあ。あるかな？怖いよね。あったらね。さあ、ここで盾が消えます。盾が剥がれます。そして根性も消えます。再生のための破壊。何、再生のための破壊って。作り直すから一回全部壊すわってこと？恐ろしいな。てか遅延がうざいな、今の。遅延がだいぶ痛いな。なんかね、芝が原型残ってていいよね、行動に。そこは評価してやろう。あ、ゴンゴン言い始めた。めっちゃ強いんですけど、ちょっと待ってください。めっちゃ強いんですけど。あと14ターンもかかるんですけど、私はどうしたらいいんでしょうか？死ねと。死ねというのか、我々に。回復力モルケのキャラクターいないんでね、今回。ちょっと、5万とかは回復できるか不安なんですけど、なんとか6万にはいきましたが、ピナーカは、危ない。ピナーカは連続だからね、やばいと思ったんだよね。ドリオブさ、全回復するとか、そんな嬉しい効果はな、あった。あったよ。これはさすがにドリームだ。夢が詰まってやがる。もうね、あと2パンで決めたいぐらいですよね。となってくると。正直、歯を待ってられる耐久力はこのパーティーにはないってことが分かってしまったんで、うまいこといけないかな。アテンが頑張っちゃってるんだろうな。ドラキラあるもんな。そこで発狂しちゃうんかい。短期マンだな。分かったよ。アルジェだ。アルジェだったらあそこ回避できたもんだって。使えたもん。あそこで無効貫通。比較しちゃいがちなんですけど、こいつはこいつで、やっぱり変身がね、ないってのもありますし、ここ2枠広げることもできますし、ガードブレイク持ってるし、リーダーで使った場合だと、アルジェの方がちょっと優れてる感は出てしまいましたね。まあ、でも逆に言えば交換で絶対ゲットできますから、アルジェは引くしかないからね。まあ、そこの差なんでしょうねっていう感じでございました。ちょっとアテンに無効貫通欲しいっすね。何で初クリアできるかね、ちょっと裏レッカーにね、やってみたいよね。はい、ということで以上、ナッチでございました。バイバイ。